おいで、おいでおいで。あれ猫がどっか行っちゃいましたね。ちょっと待ってくださいね。あ、あれここ。おいで、おいで、おいで、おいで。ええー、んな。<laughs> かわいいね。うん。あ、入れ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 。爪ちょっと、ちょっと爪、この爪だけなんか伸びてんな。はい。いいじゃん。いいじゃん。はい、というわけでお待ちしました。あだいごです。はい。 えー、というわけで今日はですね、まあ雑談と質疑応答ということでやっていこうかなと思います。すみません。ちょっとさっきまで、あの、ワインを飲んで、えー、その後、お茶漬けを食ってたんで、ちょっと歯が黒いかもしれないですけど。はい、すみません。はい。そうか。<laughs> ここです。うちの末っ子です。かわいい。愛 <laughs> いいな。

飲んできたんですが、はい、その上でね、ちょっとね、あの味見比べしながらやるという感じです。おスパチッと来ますね。いつも役に立つ情報、ありがとうございます。ということでね、いただきました。ありがとうございます。今日ですね、えー、っと、そんなに大した話はしてません。あの、なんか、えー、なんだっけ、もう、ま絶対出てくるだろうなと思ってたんですけど、あの、芸能界の性果外系のニュースですね。 はい。で、なんか、松本人志さんがね、なんかこう、いろいろね、言われているということで、で、僕もなんか、ツイッターとかでいろいろ言ったらですね、なんか、ザコに絡まれるっていう現象が起きてまして、<laughs> もうザコって言いますもう、モブじゃなくてザコって言いますけど、あのー、そうなんですよ。こういう問題って、いからでもあって、でね、あのー、これなんかね、みんな言えないと思うんで、僕言うとですね、あの、これ、何度も言う通り、えっと、 もう週刊誌はクソなんですけど、例えば今回の松本人志さんと、で、僕ちなみに松本さんを擁護する気持ちは1ミリもないです。なんならちょっとざまあ見ろって思うぐらいのタイプです。ていうのが僕が炎上したりとかした時にですね、僕あの、なんかね、嫌いなのが、 炎上って結局ね、あの、週刊誌もそうなんですけど、あ、煽るんですよ。あの、大ひれをいっぱいつけるんです、週刊誌とかって。だから、その真摯にインタビューとか受けても、あの、あることないこと書かれるんですよ。で、僕もそれこそなんか、週刊誌とかに、まあ、何回かね、やられたりとかしたことあって、まあ、つぶしたこともあれば、その、ちゃんと合法的にね、つぶしたこともあれば、書かれたこととかもあるんですけど、やっぱその時にね、必ず、週刊誌誌と仲のいいっていう人が煽られるんですよ。 俺、週刊誌に顔聞くから、ちょっと大学アドバイスしてあげるよってやつが出てくんの、結局。で、そいつがね、お金要求してきたりとかするわけですよ。で、そいつ週刊誌と繋がってるんだけど、大体。で、そういうやつにですね、話を聞くとどうなるかっていうと、いや、ちゃんと話した方がいいって言うんです。週刊誌とはちゃんと話して、ちゃんと説明しないとあることないこと書かれるからって言われるんですが、あれ技なんですよ。だからタレントの皆さんもしこれ見てたら、もしですよ、あの、あと YouTuber の皆さんとか見てたら、 週刊誌を人間だと思っちゃいけないんですね。あいつらはいろんな手を使ってこっちに話させようとするんですよ。で、ちょっとでもこっちが対応しようもんなら、身に覚えがあるみたいな感じで記事にするんですよ。だからね、あの、人だと思っちゃいけないんですよ。会話しちゃいけないんですよ、奴らってのは。都合のいいとこだけ行けるので。だから、わかる本的に週刊誌が言ってることは嘘だと思った方がいいわけです。でさらに、週刊誌っていうのはあ、嘘を書いて損害賠償をくらったとしても、誰も見ないようなちっちゃい訂正記事みたいな一行みたいなのを出して、 あげるだけでよくて、しかも、その、彼らはね、あの、訴えられて負けた場合も、名誉毀損が、まあ、超高くて400万、普通は200万ぐらいのマイナスにしかならないと分かってるんで、松本さんぐらいの、あの、結構ビッグネームの記事だと、儲かるんですよ。だから、あの、彼らはですね、訴訟が怖くないんですね。だから嘘を書いて、その嘘の罰金を払ったところで、彼らにはマイナスないと分かってるんですよ。そんなサイコパス連中がやってるものなんで、 そもそも週刊誌の記事を基準に考えちゃいけないんですよね。だから、その、それこそ、あの、週刊誌に書かれたからといって、犯罪というふうになるかって、そうじゃなくて、犯罪だったら警察が動くし、あの、日本の警察だってやっぱり面目もあるし、なんかね、あの、いろいろね、その、検挙率ではで言えばね、なんか世界的にまだトップとかね、まあ、もう、まあ、そんな優秀じゃないと僕は思うんだけど、言ってるから、話題になったら行くんですよ、絶対。 はい。だから、それこそね、税務署なんかとかはなんかそうで、あの芸、あの芸人さんとかタレントさんとか見てて、急に有名になったりとか、収入が上がったみたいなタレントさんのところには、必ず税務署とか来るわけですよ。それぐらいちゃんと見てるんで、あの、そんなに甘い業界ではないと思うんですよね。なんで、あの、1ミリも擁護する気はないです。松本さんを。はい。僕もなんか、やっぱりなんかその、ホームレスの発言とかで炎上したときには、松本さんはなんかそのねな、なんかね、色々言ってくれたんですよ、あの人もね。僕だからそういうふうに他人が炎上してるときにですね、 なんか、こっちは何も言い返せないときにですね、ああだこうだ言う、あの、タレントはできないんですよ。その自分のなんかこう。 フォロワーを増やしたりとかするために、いろいろ言ったりとかするわけなんですよね。そう。だからどっか炎上でやった、本人どっか炎上上でやったんですよね。思って炎上したからビッちゃったかなとか、俺は一回こういうことがあった人に YouTube を無視した方がいいかなと思ってる。あまり騒いでもこんなこと繰り返すんかなと思うし、燃えるのは当たり前みたいに思ってるんでしょう。真っ赤に燃やされてみんなに叩かれて、必ず言ば一番研ぎ澄まされるから、どっかである程度無視してあげるのもあるのかなと提言しているというふうに言ってるぐらいですね。僕はその松本さんになんか好きほど言われてるんで、しかも僕別に芸人でもないし、おそ 一ミリもないですすもないいはっきり言いますけど1ビルもないんだが、あの、週刊誌は完全悪なんで、それを言いたいというだけです。はい。で、今回なんかは、なんか女性の気持ちがどうのとか、なんかよくわからないモブの弁護士とかが、大悟のこの発言が良くないでも、で、たらお前弁護士の中だから法律を話せよって話したわけだって、法律と関係なしに人を社会的に制裁したりとか潰しそうになったら、それマジで独裁国家と同じですからね。そう。ちゃんとした手続きを持って人を裁くってことをしない限りは、臨時ですから。ただの。 それがオッケーだとしたら、うん、そしたらそれでもいいんじゃないだとしたら、あの、ヤクザとか、まあそういう人たちがやってることも正しくなるわけじゃないですか。武力行使とかリンチ見らんのもケ、OK、ーってことでしょ皆さんね、それで言ったらね。だからその、どっかでルールを引かなくちゃいけないわけで、法律に乗っ取ろうねって言ってるのにもかかわらず、なんかよくわからないモブの暇な弁護士とかさ、ギャギャ騒るのとか別にどうでもいいんですけど、はい。っていう話なんですよ。で、今回の件も、みんな一方向でしか考えないわけ。その、大衆っていうのは基本的に強い人が悪いことをしてって信じたいの。 強い人たちは悪いことをしてるから稼いでる。有名になってる。で、弱い自分たちはそういうことをしてないから、正しいことをしてるからしんどいんだって思いたいんですよ。でも今回の件、二つの側面があると思うんですよ。例えばその、もしかしたらその女性が本当に被害に遭って本当のことを言っていて、松本さんがひどいことを言ってたってこと、いうことだったら、これはちゃんと立件されるべきだし、裁かれるべきだと思うんですよ。しょうもねえなって話なんで、こんなもんはね。はい。それはもう本当その女性は可いそうだと思うんですよ。でも、逆も考えてほしいんですよ。もしですよ。 もし、この何年も前に、そういう出来事があったに告白しなかった女性が、今このタイミングでね、年末の松本さんの番組とか増えるタイミングで出すっていうのを狙って、文春とかに情報を売っていて、これが嘘だったとしたら、例えばわかりやすい例で言うんだったら、よくあるのは、よくこれ芸能界でやるんですよ。 第一は一般人のこと付き合ってましたと。芸能人が一般人と付きないようはこれないんですよ。一般のことちょっといい感じになりましたと。付き合い始めましたと。でもやっぱりタイミングも合わないし、仕事の関係も無理だと思って別れたら、別れた瞬間に、あなたにレイプされたって私訴えるけど、それでも別れるのみたいな。別れたら訴えてやるみたいな。文書に言ってやるっていう脅し文句って結構よくあるんですよ。はい。これはいいのかって話なんですよ。つまり最初はいい関係だった。今回の件がどうかわからないですよ。 よくあるのは、タレントと最初ちょっといい関係になって、思えた瞬間に、お前立場あるだろ売ってやるぞ文書にいろいろ言ってやるぞって脅すっていうのはよくあるパターンなんですよ。これは。はい。で、お金を渡したりとかしてる人も僕何もしてますけど、そういうことってよくあるんですよ。つまり、みんななんかその女性の方が弱いし、匿名だし、性格外の問題とかなってるから、僕何度も言ってる時に松本さん擁護するに全くないんですよ。全くないんだけれども、そのパターンもあるよねって話なんですよ。だって松本さん相手だったらさ、 それすごいバズるし、ね、しかも週刊誌の記者って、週刊誌の記者の構造を教えましょうか。これね、よく言うとですね、何にも知らない人たちっていうのは、いや、週刊誌の編集部は一切情報提供者に金出してませんって、彼は言ってるんですけど、それを信じる人たちがいるんですけど、違うのよ。週刊誌の編集部は出してないのよ。週刊誌の編集部は、バズった記事を書いた記者とかにボーナスを出したりとかすることあるわけ。でも、提供者にはお金は出してないんですよ。じゃどうなるかっていうと、この記事絶対バズるっていう風な記事を欲しい、 記者はお金をを出して情報を買うんですよもうわかりますよね。つまり会社は関係ないです。記者個人がお金を出してるだけです。裏金みたいな感じですよ。だから会社は関係ないですっていうスタンスを貫くんですよ。でもバズったら会社がその記者にボーナスを渡すからやってることは同じなわけ。で、そうやって嘘の情報とかを言うメリットってのが生まれてるわけですよ。だから決して正義では全くないんですよね。だから正直今回の件なんかはちゃんと捜査されるべきだと思うし、 検証されるべきだとは思うんですけれども、必ずしも松本さんが悪いとは言い切れないと思うんですよ。僕は何度も言ってますけど、松本さんのことを擁護する気では一ムロもないし、今回だけで松本さんがなんかね、じゃなんか証拠が出てきてわーってなったら、ちょっとざまーって僕は思うと思います。僕が炎上してる時に散々ね、いろいろなんかね、あの言ってくれたんで、一ミリも擁護するきないんですよ。ないんだけど、でもみんなおかしくないっていう。だどこの誰かわかんない、でも自分が立場が悪いからやっら、 ごめんよ、切れたよ。<laughs> ごめんよ、音が切れて一瞬変なのが映ったけど、ちょっと昨日の AI 放送で、AI 放送で作ったやつだから勘弁してくれ。はい。そう。パカ、パカ。はい。という話なんですよ。だからね、何が言いたいかっていうと、みんなさ、なんか、その、松本さんが悪いことして前提で動いてるけど、逆のパターンもあるよねと。だって今回の件って、女性にとってそれが本当に女性が言ってることが真実だったとしたら、 本当にひどい話で女性を保護されるべきだと思うし、松本さんはひどい人だと思うんだけど、逆だったらどうすんのって話です。松本さんが嘘でっちあげられていて、その女性がさっき言ったみたいに嘘を言ってたとしたら、松本さんは子供無理して家庭無理して仕事もあるわけですよ。ねでしょそれをみんなで寄ってたかってぶっ潰して、そのリスクは考えないのって話なんですよ。だって証拠もないし、誰が訴えてたかも分かってないわけじゃないですか。それはどうなんて話です。パカ。パカ。ニャンじゃないよ。 にゃんじゃないよ。にゃんじゃないよ。うん。君が一番大事だよ。ねしょうもない話してんだって言うんでしょそうそう。君が一番大事だからさ。はい。じゃあ、抱っこして,てあげるから。はい。っていうね。話なわけなんですよ。はい。どうなのっていう。そうそう。だから、芸能人の人なんかは、ほとんどの人たちが一般人の恋愛できないんですよ。こういうことが起きるから、絶対に。 もう何人も見たことありますよ、そういうの。あの、自称、誰々の彼女っていう人とか、誰々の彼氏ってやつを何人も見ましたよ、やっぱり。まあ、誰々の彼女が多かったですけどね、やっぱり。いや、私、なんとかさんの彼女なんですよ、とか、僕よくわかんない、昔ねにあの、愚かにも西麻布とかに通った時によく紹介されましたよ。あ、田山さん、この人は誰々の彼女なんですよ、って。あお、マジで俺友達だけど、なんかその話聞いたことないけどっていうと、急にしどろモドになるみたいな、そういうやつとかいるわけですよ。 で、なんか別に関係があったわけでもないし、ひどい人なんかは別にやってすらいないんですよ。肉体関係すらないのに、なんか、その、なんか心が通じ合ったみたいな、よくわかんない理由とか、なんかそういうので、なんか彼女になったって言い張ったりとかする奴がいんのよ。そう。で、そういうちょっとおかしな人たちすら利用するのが文春なわけ。そう。だからね、あの、信じちゃダメなのよ。で、そして、まあ、週刊文春とかなんかね、皆さんわかると思いますけど、奴ら営利目的だから、 だからその僕になんかツイッターで絡んできたさ、なんかさ、ポンコツ弁護士みたいなのいるんですけど、そのなんかもう警察に話るよりも、文春の記者の方が、なんかよっぽどなんか物腰が柔らかくて話しやすいみたいなアホなこと言ってたんですけど、当たり前だろって言うんですよ。だって、自分たちに都合のいい証言を引き出そうとしてる人間がさ、で物腰柔らかくなるのは当たり前で、それは詐欺師が物腰柔らかくなるのは当たり前で、何言ってんだみたいな。そこまでしてなんかあれですよね。まあ、よっぽど仕事ないんでしょうね、弁護士としてね。 よっぽどそうやって大衆の同情みたいなものを買って、で、フォロワーを増やしたいのか、なんか仕事が欲しいのか、なんでしょうね。うん。やばいなって思いました。そもそも、司法の制度で考えてみたら、疑わしきは罰せずなわけだから、その、法律的なね、そのプロのとしての立場がある人間が、その、測で物事を語ったりするのって良くないと思うんですよ。で僕は別に、まともさんが悪いとも言ってないし、女性が嘘ついてるとも言ってないんですよ。 松本さんが本当にやらかしてて女性が楽しい場合もあるけども、でも逆に松本さんがやらかす、その、いわゆるその、はめられてる場合もあるよね。それなのにみんなそんなに言っていいのってか、そもそもどっちに転んでも独殊の習慣誌だけど、いいのみんなこれでっていうのを言ったら、大悟の発言は良くないと思う。みたいなことを言うポンコツ弁護士がいるわけですよ。すごいよね。うん、なんかね。そう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 。いや、悪意があるか頭が悪いかどっちかだと思うんですけどね。 ま、弁護士ってね、あの、本当九9割役立たずですから。はい。すみません、弁護士の皆さん。あの、うちの顧問の弁護士の先生とか、僕が関わったことがある弁護士の方は優秀な方ばっかりです。弁護士ってほん9割割役に立たないからね。あの、時給とかお金だけ取って、結局何の成果も出さない人がほとんどなんで。だって僕も何個か案件、あの、頼んだことあるけど、今の先生になる前にね、自分でやった方が早かったもん。やっぱり。だからね、役立たないんですよ。だから難しい、小難しい、なんか六方全書とか覚えれば、受かるの試験を突破しただけの人間であって、あの、役立たないんですよ。ほとんどの人間は。 はい。っていうところなんですよね。役になたない、役にならないんですよ。うん。そう。っていうのもあるので。そうそう。大悟さんなら思考試験受かりそう。いや、受からないと思うんですよ。僕多分あんなくだ,くだらないというかつまんない本を読めないし、頭の中に入れられないだろうし、受かるメリットも別に感じないしね。何度も言ってる通り、 素晴らしい先生もいますよ。僕がお会いした。先生は素晴らしい。先生ばっかりだった。はい。最近はね。でも昔お願いした人なんかはもう何もできないうん、何もできないのに、その困ってる人間から金取るんですよ。こっちが困ってます。先生お願いします。ああ、分かった。分かった。やります。やりますよって言ってやるじゃんで、結局いや。これはね。大悟君、あ法律的にすごく難しい問題でね。まあちょっと難し、да pues、rice, <S 2> <S 2> いかな。まあでもこういう感じで。まあね。落ち着てきたんで。ま、SO、あ。 とりあえず良かったということでって言って、何にも解決しないし、バージョン金も取ってないくせにこっちから金取るんですよ、何百万って。時給いくらだからみたいな感じで。そう、だから成果出せなくてもお金もらえるのが弁護士なんで、あ弁護士のやつて本当に選んだ方がいいですよ。はい。もうね、いくらでもあるんでね。はい、岡野先生とかそういうあの人たちは違うと思いますよ。それはもちろん全然違うと思うんですけど、いるのよ。そう、なんでね。 どう、どう、どう、どうなんですかねもう今回の皆さん問題、皆さんどう、どう、どう思います、まあ、僕ね、ちなみになんですけど、もう別に炎上怖くないんで、僕あの、俺前回のホームレスの問題とかでね、なんか炎上して、で、あれはすごく反省してるんですけど、でも炎上したことによって、二つやったことがあって、まあそういうね、 あの、立場の弱い人をね、追い詰めるみたいな発言はやめようというのと同時にですね、あと炎上したところで自分の仕事とかビジネスとか人生に影響がないようにしようってことで、僕は基本的に企業の案件とか取らないし、取る場合も、僕は炎上することを契約に盛り込んだりとかして、あの、やるので、もう別に痛くもゆくもなんともないんで、あの、あの、あの燃え上がらせたい方はどうぞご自由にどうぞ。あの、無駄な努力なんで、それは。はい。全然、全然どうぞ。はい。もう、もう大丈夫ですね。はい。あの時はなんかね、いろいろね、 あの、あったんで、できなかったんですけど、あ今はもうほほほ本当にもう先に説明してるんで、もう僕一回炎上してますけど、あ,あいうのやりますかね、またって言ってやってるんで。はい。もう全然、あの、痛くもかゆくもないし、あとはその、タレントが炎上に弱い理由っていうのは、CM でお金もらってるからなんですよ。で、僕はね、CM でお金もらうんじゃなくて、企業に出資する側の人間なんで、お金出す側の人間なんで、もらう側じゃなくて。なので僕は別に炎上したところで関係ないんで、はい。お金出資するついでになんかなんか PR したりとか、 なんか CM みたいにやったりとかはするんですけど、でもそこでお金回ってるわけじゃないから、CM 消えても僕に入ってくるお金変わらないんで、あの、もうどうぞご自身。なんなら、あの、炎上させてくれた方が、あの僕がその、表に出る仕事がなくなるんだけど、お金変わらないので、あの、むしろありがたいんで、どうぞご自身どうぞ。はい。僕の労働力を減らしたいんだったら、ぜひ炎上させてください。はい。っていう話なんですよね。はい。もう全然もう僕は、だからもう僕、僕学ぶ人間なんで、はい。あの、炎上から学ぶことは2つで、 まあ弱い人は攻撃しちゃいけませんよねってのと同時にですね、えっとモブからねネット上にいるモブとかねあの顔も出せないような臆病者たちにですね自分の人生を左右させてはいけないということを学んだんであもうもうもうのどどど50、どど52という感じですねはいココココおいでおいでおいで君がいれば大丈夫だよもうね可愛いね可愛い本当いや可愛い可愛い可愛いいや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 本当ねもう猫猫がいればね猫がいればもう 生きていけるね。あかわいいね、ほんと。うち来てくれてありがとうね、の子。ほんとかわいいね。ほんと、君のためなら東京23区を火の海にできるよれは、あやばい、やげない、あげい、放送中だった。そうですね、取り乱しまして。はい。で、あとはね、やっぱね、この、なんかね、こうね、文春に垂れ込む人たちのデメリットっていうのを知っとくべきなんですよ。で、もし皆さんがこういう、わかんないですよ。今回、松本さんがしてることはわかんないけど、性加害とかにやったら、ちゃんと警察に行きましょう。 で、いろいろ聞かれて辛いと思うんだけど、やっぱああいうの細かく言うことがですね、証拠になりますんで。で、これ先に言いますけど、文春とかには絶対言っちゃいけないです。はい。最初は。あの、言うとしても、裁判が終わって決着ついてから言った方がいいです。なぜか説明しましょうか。で、僕、あの、田村敦さんとかのね、あの、訴訟とかでもあったんですけど、あれも、その裁判が終わってから僕いろいろ言ったじゃないですか。なんかこう、時短というか賠償金の受け取りみたいなものが、時短金の受け取りみたいなものが終わってから僕言ったんですよ。なんでかだとあれ簡単で、 これね、あの、法律まともにやってる人だったらわかるし、弁護士の人たちに聞いたらわかるんですけど、あの、賠償金とかのね、あの、算定って、どれぐらいその人が社会的な罰を受けたかってことでも左右されるんですよ。例えばその田村淳さんとの、あの、訴訟というか、示談というか、あの案件で言うんだったら、僕最初に言いたかったんですよ。そう。だから弁護士の人も相談したんですよ。 あの、裁判の前に先に田村淳がこんなひどいことをしたんだ、みたいなことを言う動画を出したいって言ったら、それはやめといた方がいいです、というふうな話になるんですね。で、なんでって聞いたら、それをやっちゃうと、裁判で賠償金のなんか金額とか時短の金額とかそういう話になった時に、あの、減額される可能性があると。すでに、あのね、その相手方はですね、あの、社会的な制裁を受けていると。 こんだけ炎上して、こんだけ話題になってて。なので、その、それも加味して、賠償額を決めなくちゃいけないってなるわけ。だから僕ずっと言わなかったんですよ。炎上した時に、田村あに、あどこと言われたんですけど、それに関して言わなくて、後から言ったのなんでかっていうと、あれは、全部が終わって、時短期でも全部受け取った上でやらないと、時短期とが賠償額が減るからなんですよ。つまり、同じ考えで言うのであれば、今回の件もそうで、ちゃんと裁判なり、 まあ別に警察に行かなくてもいいけど、例えば警察に言うとか、でその証拠を残した上で、それがうまく立件されないんだったら弁護士の先生に相談して、時短金とか賠償金とか請求して、で、その後言うべきだったんですよ。で、この時短の時に、この件について一切言わないっていう条件を飲まないっていうのをちゃんと交渉して、で飲む場合はすごいお金をもらわないといけないけど、飲まないっていうふうに言う、あの、交渉して、 で、それで示談をした上で言うんだったらいいんですよ。そうじゃなくて、こうやって炎上させた後どうなるかっていうと、これ多分この女性にとって、あの、すごい不幸なんですよ。で、これがじゃあ例えば、この女性が勇気を持ちましたと。で、勇気を持って、まずは、本当に松本さんが悪いことしたとしてですよ。仮にですよ。で、勇気を持って、えー、ね、文書に言いましたと。で、こんなも、いうふうなね、こう事件として盛り上がって、じゃあ弁護士を持っきました、裁判になりますってなったら、絶対減額されちゃうんですよ。これは。なんでかっていうと、松本さんはもうすでに罰を受けてるからと。いうことで。 だから、結局どうなるかって言ったら、女性が受け取れれる可能性があった賠償金の一部または大部分を、週刊誌がもらうことになるんですよ。今回の件っていうのは。だから、この文春に垂れ込むっていう風習を広めちゃダメなわけ。これは、被害にあった人、本当に今回の人がどうかわかんないけど、被害にあった人も損をするし、ね。で、その、 実際に本当に被害に遭ってない人間もうこれで潰せるようになるわけですよ。被害者、自称被害者がギャーが言ったら貶められるような文化ができちゃうから、だからこれは週刊誌が得する以外の何でもない世界線なんですよ。だから、これは止めなくちゃいけないよねってことで、僕は別に松本一さんなんて1ミリも擁護する気もないし、別にお世話になった覚えも1ミリもないけれども言ってるんですよ、これは。はい。っていうだけなの。はい。っていうことなんですよね。もう見てください、この可愛さ。ずーっと。 腕の中でこれかわいいね。ごめんね。しょうもない話をしちゃってな。どうでもいいよな。俺もどうでもいいんだけど、でも文章は許せないんだよ。なあ、ここ。なあ,あ、君のためなら俺は文章にミサイル10発ぐらい打ち込めるわ。ミサイル10発いくらなのだろうか。全然打ち込めるな。はい。 週刊誌はちなみになんですけど、何のためにもないですね。あれはでも芸能、あの、事務所とかと結構くっついてるパターンがあって、よくほら皆さんのさ、応援してる推しのタレントがさ、ホテル出てくる瞬間とかに取られたりとかすることあるじゃないですか。あんなに都合よく取られるわけないじゃないですか、どう考えたって。あれは簡単で、 あの、一緒に取られてるパートナー相手がリークしてるか、あるいはそのパートナー相手の事務所がリークしてるか、それから取られるですね、被写体になってる人間の事務所がリークしてるんですよ。で、リークして取られた後、引き消しをしてるふりをして収めて、で、事務所的には、お前事務所に迷惑かけたんだったから、しばらくは同じ給料で働けよって言って、給料を上げるのを防ぐとか、独立を防ぐとか、あるいは、その競合になってるですね、その一緒に取られた女性とかでの売名行為に使われるみたいな、そういうパターンなんですよ、あれは。だからね、くっついてるの、全部。ああいうのって。そう。みんな知った方がいいよ、そういうの。 実際取られた時に、この記事いくらで買えますかみたいな連絡が事務所とかに行くのはよくある話だし、それがその事務所の他のタレントのなんかスキャンダルとかをリークすることによって、その取られたくないですね、タレントの、あのー、なんかそのスキャンダルとかを潰すみたいなよくある話なのよ、あいつ。あいつで役者だからさ、週刊誌って。ちなみに週刊誌ってあれですからね、人のことやや言えないですからね。 あの、社内不倫とかしまくってますから。僕知ってるあの、とある週刊誌のとある偉い人なんかはですね、奥さんがいる状態で、えっ、ー、と、社内不倫をして、その社内不倫した女と子供作ってですね、元の奥さんと別れたりとかもしてるし、それこそ今回の、ね、文春に出だったら、文春って一番最初菊池勘さんって人が週刊文春作ってると思うんですけど、この菊池勘って人がですね、その文春の創業者ですよ。こいつは元々浮気しまくりで,で、しかもこの浮気相手の中には未成年の男の子がいたっていうおっさんですからね。はい。それが菊池勘ですから。 つまり、文春の創業者っていうのは、奥さんがいる状況で、複数の,あの女性と浮気し、なんならこの浮気相手の中には女性ではなく、あの、男性もいて、しかもこの男は未成年だったとしかもこの男の未成年に対して、あの、恋文を送ってるんですよ。女の、女の口調で。そんな奴が作った雑誌だからね、あれね。そう。それこそ何年も前の話をするんで言うんだったら。だから、あの、平たく言うとクズなんですよ。そう。だからね、みんな相手にしない方がいいと思うんだよね。 そう,そうそう。調べたらすぐ分かる。にゃーにゃだよね、ここ。かわいいね。君 <laughs> は本当いや、この子を抱いてれば僕は炎上しないと思うんですよね。見て、この足。この腕の中に収まってる感じ。ねえ。ねかわいいね。ね週刊誌の編集部なんかもう、記事にする価値もないけど、記事になるのはな話しかないですよ。 すごいよ、あいつらは。本当に。身内売りしまくってるからね。うん。猫ちゃんかわいい。ここです。はい。この子は元野良猫ですね。はい。保護猫というか野良猫というか。にょーんとなってる。 そうなんですよ。だからなんかね、みんな騒いでるみたいだけど。で、僕何度も言ってる通り、松本敏さんを擁護するつもりはまーったくないです。全然ないです。どうでもいいです。正直。はい。ただから、あの、これ通しちゃったら、どの芸能人でも揺すれますからね。で、これ表に出てるからいいけど、こういうのにやけさ飛びつくんですよ。やけさが飛びついて、いや、うちの女が、なんか、オタクのとこのタレントにお世話になったみたいやけど、みたいな感じのやつが出てきて、金とかにするわけ。で、 こうなっちゃうじゃん。炎上させたら。で、今なんかネットヤクザみたいなのいっぱいいるわけですよ。暴露系のさ、なんかツイッター,ーとかいるじゃん。で、ああいうのとか反射とかと繋がってってさ、そういう仕事するわけよ。お金もらってね。まあまあ、あの、本反射だって分かってるかどうか知らんけれども。で、それで、結局こういう風なコントロールが生まれちゃうわけ。そしたらさ、それこそその反射を許す社会になるわけですよ。だダメなんだってこういうのは。てかそもそもさ、ね、人を裁いていいのは法律だけっていうのを作って、 たわけじゃないですか法治国家なんだから日本っていうのはそれをこうやってリンチみたいな感じでできるようにしちゃったらさ全部崩壊だからねでこれでさ、ーハとか入ってるんですよで僕別に松本さんに恨みがあるわけでもないですからねそ,そんなにだからムカつくけど恨みがあるわけじゃないですね松本さんが話したことあすかいや昔ダウンタウンドラックスとか出たことあるんではいあのお会いしたことありますよ ただ僕最後にね、ダウンタウンデラックスの依頼がね、なんか一、二回、最後の一、二回ぐらい来た時はね、僕ね、ご飯を理由にこたったんですよ。なんか京都の美味しいレストランがあって、そこのなかなか予約取らないんですけど、お誘いを受けていて、でそれを理由にダウンタウンデラックスこたったことがあって、それからは会ったことないですね。はい。まあ、別にね、今思えばね、そのご飯の予約の方が大事だったんでいいんですけれども。はい。全然いいんだけれども。だから別に僕世話になってないんですよ。僕は松本さんには別にお世話になってないんで、一ミリも用語する時全くないんだけれども言ってるというのを一応覚えておいてほしいって感じですね。 はい。で、何度も言ってますけど、週刊誌はあのー、あの、あの、利益をベースにしてますから、利益のことしか考えてないですし、あとはね、その週刊誌の過去のね、アー,アーカイブとか見てみもらったら分かると思うんですけど、週刊誌に広告を出してる企業の社長は絶対その週刊誌では書かれないですからね。うん。それこそなんかビール、ビールとか作ってる企業とかさ、いろんな企業あったりとかしますけど、ビールとか、なんかあの、化粧品とかさ、出てるじゃん。なんか、その誰が読むのこんな週刊誌にこんな広告出してみたいなところに広告出てるじゃん。 あれなんでかって言ったら、あそこに出したことは書かれないんですよ、自分たちは。はい。でも、不自然なぐらい書かれてないですよ。企業のなんか、不祥事とか、社長とか、なんかそういうの不祥事が書かれてる習慣しても、なぜか、その広告出してる人たちは書かれないんですよ。はい。これもう統計取ったらすぐ出ますよ。うん。 そう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 。だからね。まあ、擁護する気はないんだけど、そういう感じです。でもさ、気持ち悪いよね。でもこのさ、なんかその、あの、もちろん僕は弱い人を叩くのは良くないと思うんだけど、もちろん自分の反省も含めてね。でもさ、弱者のふりをして人を揺する人間でいくらでもいるからさ、何,何度も言ってるんだよ。皆さんの周りにもいるじゃん。 お前、被害者でも何でもないだろって人間が、私はすごいいじめられましたとか、被害を受けましたって言ってさ、皆さんのことをさ、なんかこう、な悪者に仕立てようとしてくるやついません私はこの人にひどいこと言われたんですって、いや、そんなん言ってないけど、ちょっと注意してただけだけど、みたいな。そう。あるでしょそういうのって。それと同じことやってるんですよ。そう。だから、その、なんか今回もそうなんですけど、 その、なん、なんていうの、弱い立場の人、すなわち正しいっていう、この、なんていうの、その思考停止の考え方は僕はおかしいと思うけどね、それは。もちろん弱い人たちが声を上げられなかったっていうのは、もちろんわかるんですよ。わかるんだけども、それオッケーにし始めたらさ、あの時言えなかったんですよってったらどんどん出てきて、今テレビに出てる人間全員潰せるぜ。多分。証拠も何もないんでしょで言えるわけだから。ね 恋愛とか考えてみてくださいよ。ね。元彼とか元彼のこと思い出してください。ひどい別れ方した。元彼とか元彼のこと。ね。で、自分がさ、生活に困ったお金に困って、週刊文書みたいなやべえやつがさ、なんかね、あの、モブ弁護士が言ってるみたいな物腰柔らかく来てさ、いや、あなたは誰々さんとお付き合いしたんですかひどい目やったんじゃないですかひどいこと言われたんじゃないですか私にその、ひどい体験をしたことを言っていただけたら、30万円差し上げますよって言われてお金困ってたら、言うやん。多分。 で、それを、こう、ね、週刊誌の記者ってのは、あることないことをこのくっつけて、大きくこう、ね、あの、おひれをつけて記事にして書くんですよ。で、それでも儲けるわけ。出した金以上にね。実際そういう事例ありますよ。まあ、それこそ、あの、ツイッターで三ノさんとかも言ってたけど、あの、週刊誌とかに、そんなつもりじゃなかったのに話した記事が、ものすごくおひれをつけられたみたいな人とかいるわけ。そう。で、すいませんでしたって、その書かれた相手に謝る人間とかもいるわけですよ。わかりますこれ言ってる意味。つまり、おひれつけてるんですよ、奴らは。 おひれをつけられすぎちゃったことによってその告発した人間の心すら追い詰めてるのが週刊誌の記者なんですよ。はい、そんなつもりじゃなかったのにみたいな。はい。いや、ほもう,もうよくありますよ、これは。そうそうそう。てか、そもそも普通に考えてみてくださいよ。他人の不倫とかさ、ね、こういう都合の悪い暴露みたいなんでさ。 金を稼いでそれで生きていこうと思う人間がまともなわけねえじゃん。あそういう人間に人権を与えちゃいけませんよ。はい、人を不幸にし,、ね、して金を稼ぐ人間に人権を与えちゃいけません。それは人間とは言わないからさ。あ他人を踏みにじってるくせにね、自分が一番人間ぞらするんじゃねえって話なんで。しかもじ実害与えてますからね。言葉で言ってるだけじゃなくて。はい。うん。 で弱者が全て正義っていう考え方はやっぱおかしいですよね。本当にね。まあ最近のトランスジェンダーの問題とかもそうだしさ。ね。私はずっと悩んできました。私は心は女なんですって言ってさ、ね。あのー、普通にチンコついてるおっさんがさ、女湯に入ってったらさ、いやダメだろっていう。そう。あの話と同じですよ。自分はそうなのかもね。あなたはそうかもしれない。でもあなたの人生を、あの、なんか優先することによって、 他の人たちの人生を侵害したらダメだよねっていうのがシンプルな話なんで。はい。YAF ニュースとかニュースもそうですよ。ニュースっていうのは基本的にはあの数字が取れれば扱うんで。だから今回の、ね、件がすぐ扱われたのも何でかっていうとこれ簡単で、今までは松本さんとかジャニーズもそうだけれども、ああいう問題っていうのを、まあ、ジャニーズの問題は複数の被害者がいるので、もうあれはアウトだと思うんだけど、ああいうのってジャニーズを忖度した方が数字が取れてたから忖度しただけなんですよ。 松本さんを忖度した方が、数字が取れるから忖度していただけなんですよ。ところが、あの、ジャニーズの問題があった時に、すごい、こう、大御所の人たちが落ちる、転落するっていうストーリーが、すげえ数字が取れるってメディアは知ったわけですよ。そもそもジャニーズの問題なんて、半分メディアがやってるようなもんじゃないですか。ね、ああいうのって。ね、知ってたわけだし。知ってたわけだし、関わってたわけだし、ジャニーズのタレントを使ってたわけだし、なんならね、そんな、ね、あのー、ね、その、そういう性加害みたいなのをさ、把握してたわけですよ、ほとんどの人がね。にもかかわらず、 その、それを、こう、落とすことによって、数字が取れるってなった瞬間に、この落とすブームになってるんですよ。今、多分テレビでは。テレビとかメディアではね。だから、松本さん以外もどんどん出てくるゃないですよ。中には、本当に悪いことをしてる人もいると思うんだけど、そうじゃない人間も出てくるんですよ。でっち上げることができるんだそう。週刊誌ってのは、ほとんどでっち上げですからはっきり言いますけれども。はい。あと、本当に週刊誌に書かれてることが正しかったとしたら、ほとんどのタレントは逮捕されるわけだから。で、警察っていうのはも、あの、なんか特典稼ぎというか、僕たち仕事してますよってことをアピールしたいわけ。 アピールしたいからこそ、そういう話題があるものとか絶対目つけるから、うんで。立憲できるものは立憲してますよ。日本の警察は無能じゃないんで。はい。っていう話ではい。ジャニーズさん以外にもね、あの、やばい事務所いっぱいあると思うんですよ。松本さんって、このあとね、松本さんの性格が出てくるの僕怪しいと思うんだよね。なんでかっていうと、タレントさんよりも、 マネジメントサイドというか、これ吉本さんがどうのって話じゃないですよ。あの、やばい社長とかいっぱいいるんですよ。芸能事務所の偉い人とかで、自分のところのタレントとか、そういうのに手出しまくってる、やばいつっているわけ。だからその松本さんがなんでこの被害,被害、被害というかその被害者から、その、ま、ま、自称被害者っていうとあれなんですけど、被害を受けたとされている女性から、このリークされて叩かれるかっていうと、数字が取れるからなんですよ。本当はもっとヤバいことしてる人いっぱいいるんですよ。芸能系でも。 いるんだけれども、僕は別に確固たる証拠を持ってないから言わないけど、そういう噂がいっぱいある人がいくらでもいるわけ。もそこを行かないんですよ。その週刊誌っていうのは。なんでかっていうと、数字が取れないから。どこどこの有名な事務所の社長がこういうことをしてたらしいとか、どこどこの有名な事務所の役員がこういうことをしてたらしいって週刊誌が書いても、バズんないでしょバズんないからやんないわけ。だから、こういうふうにそのタレントの方に行くわけですよ。 うん、で、実際どっちか分かんないんですよ。僕は松本さんを擁護するっは本当に1ミリもないけれども、あの、どっちが本当か分からない状態で騒いでる奴らキモいな、まあ。あの、モブ弁護士とかさ、もっなんかその、肩書きだらだら並べてる弁護士とかいるじゃん。ツイッターとか見るとさ、なんとかの常任理事とか、なんとかの理事とか、なんとかの弁護士が所属うんぬんかんだとさ、そういうやつに限ってこういうことをするわけですよ。自分に自信がないから、自分に自信がないから、大衆の見方をしたりとか肩書きを並べて、一生懸命、私は松本です私は輸して弁護士ですって言いたいんですよ。 そう私は優秀な弁護士はツイッターやらんからな。はい。っていうね。弱者を思いやることは正しいよってコメントがありましたけど、まあそうなんだけどさ、それは思いやる対象だったらそうですよ。何度も言ってる通り、あの、強者というかお金持ちというか、そういう芸能人も話すんですけど、強者の中にもいい人と悪い人がいるんです。これ当たり前の話です。いい人もいれば、 本当にどうしようもない悪い奴もいますよ。その、いわゆる経済的にね、勝ってる人というか、そういう人たちの中にはね。弱者にも両方いますよ。弱者とされてる人たちの中にも、例えばじゃあお金がないとか、ね、経済的に恵まれない、社会的に恵まれてないとか、そういう人でも本当にいいと思いますよ。僕別に、だって、ね、そのその収入とか関係ないから、人と付き合うときに。うん。別に楽しいね、時間を過ごせれば、ありがとうって思うし、まあ、それこそ僕もお付き合いがある農家さんがいたりとか、 何やそれこそ,そのお付き合いがあるなんていか、落農家の方がいたりとかしますけど、別に決してめちゃくちゃ裕福な暮らしをしてるわけではないですよ。収入がすごくいいわけでもないけれども、関係ないんそんなの。そう。なんだけどね。でもさ、やばいやつっているわけですよ。それこそ、その、お金が、ない人がみんないい人じゃないわけじゃないですか。社会的に高い人でもいい人もいれば悪い人もいるし、社会的にその、とか経済的に低い人でも超悪人もいれば、性格悪くて他人の貶めることしか考えてないような、 週刊誌ばっかり読んでるようなアホもいれば、本当になんか家族で楽しくやってて、その伝統を守ったりとか、自分たちが、そのね、断るもん、その,その野菜とかもそうだし、あのね、その食材とかもそうだし、そういうのを提供してる人もいるわけですよ。関係ないんだって弱者か強者かっていうのは。うん、はっきり言って。そう。っていうね。 ただみんなの嫉妬っていう感じは煽る。そしてですね、ネット上だったら暇なやつがいっぱいコメントするんで、暇な人たちのコメントを取ろうと思ったら、彼らがなんかその嫉妬の対象にしてるような人間を悪者に仕立てる方がバズるんで。はい。それをやってるってだけでしょうね。っていう話なんで。まあだからあれじゃないですか。今回の件は本当に、 結構でかい話だし、もう本当にやばい話だったとしたら、別に当時の記録とかもね、ある程度スマホとかに残ってるのかもしれないし、残ってないかもしれないけど、でも少なくともホテルとかに宿泊記録とか残ってるわけじゃないですか。ホテルにどれぐらいの人が出入りしたかとか、そういう話ができるわけだから、そういう意味で言うんだったら、今後、ちゃんと操作されたら、立件されるんじゃないの そう。で、逆に立件できないんだったら、それを犯罪として扱ったりとか攻めちゃいけないはずなんで。だからもし皆さんが被害にあったらすぐ行った方がいいですよ。そしたら多分今だったらホテルとかには監視カメラ残ってるだろうし、エレベーターとかのさ、監視カメラとかもあるから自分がそこまで行って、どういう目にあったかとか、どれくらい滞在したかとか、そういうの出てくるから、それはそのね、後から言われた証言と合ってれば、あの、法的な証拠になる可能性もあるし、だから早めに言うべきなんですよ、これは。 てかでも弁護士もさ、なんか意味不明なと,と僕とかに絡んできたやつもそうだけどさ、その意味不明なところにさ、絡んでさ、正義感ぶるさ、暇があるんだと、そういうのを教えてあげた方がいいと思うんですよ。即時性があればさ、すぐ届け出て、ちゃんと証拠だけ取って、とか確認してとか、ちゃんと叱るべき弁護士とかに相談してってやったらさ、ね、解決する可能性もあるわけだからさ、そこだよね、だからね。その正しい知識を広めればいいのに、もうこのちょっとなんか自分たちのフォロワーが増えるかなと思った時にですね、触り立てるでやめた方がいいんですよね。正しい対策を教えてあげないよ、プロとして。 大悟さん、雑魚弁護士に絡まれて気の毒ってコメントを言いました。あ、うちのでも弁護士の先生は超絶、うちの弁護団は超絶優秀なんで、あのぜひあのお好きなだけ絡んできてください。はい。弁護士だろうと帰り討ちにしますんで。はい。お疲れ。はい。僕ね、すごくややこしい相手だと思うんで。 はい。僕は相手の銀行口座がゼロになるまで攻め立てるんで、あ最近ね、いいニュースが一個あって、ツイッターで好き放題僕のことを言ってた人たちをですね、あ今 X になりましたけど、あの、情報開示請求ずっとしたんですよ。でもなんか結構 X がなんかほら、ツイッターから X に変わったりして、バタバタしてて、なかなかデータが出て,こな出てこなかったんですけど、最近そのね、あの、あと判決がおりまして、 あのー、僕にね、スキョー,ー行ってくれたらですね、あの、炎上の時からそうですけど、言っててくれた人たちのですね、情報開示請求が通りまして、あの、全部やってきますんで、はい、時間かかるけど、全部やってきますんで、はい、逃げれないんで、はい、えっ、ー、と、楽しみに待っててくださいね。はい、あの、僕はあの、示談とかつまんないことしませんので、僕は、あの、多少自分が損をしたところでですね、あの、相手の銀行口座になるべく大きなダメージを与えるように頑張る人間なんで、はい、あの、示談とかしませんので、ご安心ください。あなたの銀行構造がゼロになるまで追い詰めますんで、はい。はい というスタンスですの、ね、で、はい、楽しみにしててね結構いっぱい情報解析請求通ったんで、ね、楽しみなんですよね。はい。文春リーク中心では何が事実か不明かわからないですよねというコメントがありましたね。話題の女性は警察にいて事実をはっきりさせてほしいですと思います。あそう、そういうことなんですよ。だから今回の件も、僕はだからどうなのと思ったのが、これは文春が都合よく書いてないだけなのかもしれないですけども、例えば、すでに警察に相談に来ましたと。 それでも、過去の事例なんでちょっととか、証拠不十分なのでちょっとって言われちゃったんですけど、私は本当に傷ついてるんですって文春に行きました。これならわかるんですよ。だから文春が、その女性は警察にも既に相談しているんだけれども、警察も対応してくれないし、ね。こういうことがあったんだけれども、それでなくなく文春に来たって言ったらまだわかるんですよ。で、文春からしても、この方が美味しいはずなんですよ。警察に行ったけどダメでしたって言ったら、警察のたも同時に扱うでしょ。よりバズるんですよ。 でも、皆さん今まで、こういうね、芸能人の不祥事とか、いろんなね、事件とか見たと思うんですけど、あの、警察に相談したって被害者の件見たことありますほぼないと思うんですよ。僕はない。警察にすでに行きました。証言しました。法的な措置を取りました。その上で文書に行きました。これならわかる。でも、警察に行かないんですよ。みんな。なんでかっていうと、これは簡単で、 警察に行って嘘をつくと、公務執行妨害とか、まあ僕も昔からちょっと弁護士に確認しますけど、罪がついちゃうんですよ。嘘を言っちゃうと。だから、そういうことなのかなって思っちゃうんですよ。だって事項にしろ、何にしろ、警察に言ってから文書に行けばいいんですよ。警察に行ってから週刊誌に行くのはまだわかる。はい。あるいは警察に行って、その行ったら多分最初止められるんですよ。まあそもそもまともな弁護士つけてもらったら止められるんですよ。言っちゃうと厳禁されちゃう可能性があるんだ、相手が。止められて、それどうにもならなかったら文書はわかるんだけど、 警察行かないで文春ってでよくわかんないじゃん。で、しかもこれ、本人たちは調べられるから、身に覚えがあるから、警察は守ってくれるじゃん。法的に。その、いや国家機関だから、被害者は守らなくちゃいけないからね、さすがにね。でも文春守んないからね。文春とかその、週刊誌っていうのは、情報提供者が情報を提供したってことを後で出したりとかするからね、あいつら。うん。情報提供者の情報をリークしたりとかするからね、奴らは。にもかかわらず文春に行くのはわかんないんですよ。 だからそのなんかポンコツ弁護士とかはよくとかね、なんかそのね、ツイッターとかの頭をおこし人たちは言うわけですよ。いやいやいや、警察に行っても相手してもらえねえからとか。でも警察に行って相手してもらえないけど、でも警察に一回行くのは大事なんですよ。記録は残るから、それで。でしかも、警察だけも文書に話す方がなんか心が楽とか、物腰がやるかとか、意味わかんないんですよ。いやいや、文書に行けたらさ、警察に行けるからっていう話なわけだって。どっちっていう。 警察行った上で文春なら分かるんだけど、キッズ行かないで文書は分からない、僕は。はい、で今ね、た、ま、い、あ、こういうこと言う人いるな,んだろうなと思うんだけど、伊藤なんとかさんが警察行ったけど立件されなかったよということなんですけど、逮捕もみ消しした人がいたからってコメントあるんですけど、これが本当だとしたらそれでいいわけですよ。なんでかっていうと、その警察行ったけど立件されなかった、もみ消しした方がいたっていう、それが本のニーズだったとしたら、 それが事実として残るから、行った方がいいんですよ。警察が相手しませんでした。だからここで言うしかなかったんですって言ったら、それがバズったら、警察の対応が変わったりが司法の対応が変わる可能性があるでしょでも、最初から、その、週刊誌に行って、そこで消費されちゃったら、事件として扱われない可能性もあるわけじゃないですか。逆なのよ、順番が。そう。で、あとはもう一個残念な話を言うと、別に警察が立件しなかったらダメとか言うわけじゃないけど、立件できなかったとしたら、それは警察を責めるべきであって、なんていうんですかね、その、 立憲されない証拠が取れない、法律的に裁けない人間を僕らの好みで裁き始めたら、いよいよこの国やべえぞって話なんですよ。わかります誰でも殺せるじゃん。そうしたら。誰でも私はあの人に被害に遭いましたって言ったら、誰でも潰せることになっちゃうじゃん。それでいいのかって話なんですよ。それじゃあもうどうしようもなくなっちゃうでしょ。だから法律を作って、ルールを作って、警察とか検察とか生まれてできたわけですよ。だったら攻めるべきは警察とか検察のシステムであって、 攻めるとこ間違えてるわねって話なんですよ。はい。まあ陰謀論好きな人はもみ消しとかいろいろ言いますけど、そう、いやあるのかもしれないけど、ももみ消しっていうふうに、まあ、その、今言った人がどういう証拠をもとに言ってるのか分からないけど、それはもみ消しっていうふうなのが表に出たらそっちの方が罪重いじゃないですか。だから最初にケースでいかないといけないんだって。弱者の味方のふりしてる人が嫌いなのかっていうか、いや別に弱者の味方っていうか、その、 事実かどうかがわからないにもかかわらずギャーギャー言うのどうなんて話って話です。はい。みんななんかその弱い人の味方をするといい人になった気分になれるけどもわかんないん本当がどうなのかってことが。っていうね話なんですが、えっ、ー、と、でもね大丈夫です。あの ちょっとだけ、ちょっとね、あの、D ラボの方で、あの、今日この後質疑応答しますけど、あと、あ YouTube で言うとね、おっさんの話とか、まあ、芸能界に闇の話とかね、しますけれども、あ先に言っときます。あの、僕、もともと、あの、説得する気はないです。 なんかツイッターとかでいろいろ言う人とか、まあ僕は多分こういう放送とかすると、わかんないけどなんかね、都合のいいとこだけヤフニュースの取り上げられていろいろあるんだけど、あの僕全然説得する気ないんで、はい、あの、会話したいと思ってるわけでもないんですよ。僕言いたいことを言ってるだけで、分かってくれる人が分かってくれるんですけど、あの、人間ってね、一番最初に自分が触れた情報からなかなか離れられないんですよ。だから、 バカな人が、バカなことを信じるとですね、そこから逃れられないんですよ。フェイクニュースに関する研究とかを見ても、一回フェイクニュースを信じた人間っていうのは、そのフェイクニュースから逃れられないっていうのが分かってまして、なんで説得する気も全くないです。はい。で、別に同意する気,あの気も全くないし、別にその、僕にいろいろ変わらんでくる人が、この動画を見ようと見まいと、あるいはこの動画を見て意見を変えようと変えまいと、炎上させようと頑張ろうと頑張らなかろうと、うあの、はっきり言います。知ったことが、はい、感じなんで、あのど、どうでもいいです。はい。どうでもいいんですけど、まあ一応ですね、 その、なるほどねって思うね。わかる人たちに対して言ってるだけなんで。あの、ど,どっちもいいんで、はい。先、ま、生、あ、頑張ってください。あの、僕はあの、炎上して僕は表に出なくなればなるほど。僕の仕事量が減るだけで、僕、受け取るお金は変わらないので、はい。PR 関係とかも。はい。どうせ商品は売れるので、はい。紹介したものが売れれば、僕はあの、成果報酬しかやらないんですよ。基本的には。PR とか、その、タレントの PR っていうのは、あの、例えば表に出ますってやって、なんかキャラクターとして出ます、ドーンとかやって、 で、それで、契約金とかやるんですよ。で、間になんか広告代理店とかが入って、損害賠償のですね、そのタレントさんがなんかね、炎上したりとか、なんかね、あの、品を落としたら、こういう賠償がありますとかで契約を巻くんですけど、僕巻かないし、間にその、いわゆる広告代理店僕挟まないんで一体、一切。僕は、あの、受け取る金額っていうのは基本的には商品をいくつ売ったかだけで決まるんで、はっきり言いますけど、関係ないです。こうすると。はい。 あの、企業ってのは基本的に売れれば、あの、正義なんで。で、僕はあの、自分の顔を出さないで売る方法いくらでもあるので、僕は別に自分のあの、チャンネルとか、あの、ね、イエラボとか、そういうので売るだけじゃなくて、その、その、コンサルティングとか、その、マーケティングの戦略とかを使って提供するので、正直僕の顔を出す必要は全くないんですよね。それで僕の戦略で売れたものに関して、あの、叱るべきリターンをもらってただけなんで、アフィリエイトみたいな感じなんで、あの、炎上させても無駄ですんで、はい。あの、やりたい方はどうぞ50由に、はい。あの、言いくも早くもないんで、はい、お疲れ はい。というわけでですね。<laughs> じゃ続きは、えー、ガイロの方からディ、えーラーまでやっていきたいと思いますのでね。はい。えー、ご心配いろ,いろかけたと思うので、あの、いつも見てくれてる方にね。はい。というわけで、まあ僕は誰にも忖度しません。はい。もう何度も言う通り松本人志さんを1ミリも用具する気はございません。えー、なんなら若干ざまーって思うタイプの人間だと思う、思います今日と言われたんで。ただ僕は、あのー、ね、 あの、まぞさんがね、あのー、話した内容あの時もそうですけれども、あの、炎上したりとか、ま、レースの本人がどういう意図で言ったのかとか、まあ、どういう状況なのかってことを分からずに、えがやからギャーギャー石に投げるような卑怯な人間にはなりたくないので、自分のフォロワーとか自分の評判を集めるためにですね、同業者が炎上している時に石を投げるような人間に僕はなりたくないので、はい。 どっちの考え方もあるんじゃないのとか、そもそも敵は、一番の敵は、どっちに転んだとしても、あの、習慣してよねってことを言いたかっただけなので、はい、擁護する気は全く一ミリもない構造でございました。はい、というわけでありがとうございます。え、それではですね、続いては、え、YouTube で言うと本気で炎上しそうなことに関しては、d l r o v の方で紹介していきたいと思いますので、ぜひですね、気になる続きは、概要の方から d l r o でお待ちしてます。バイバイ。一瞬変な画像に切り替えます。